皆さん、生まれた時からジェフサポータープーです。 J リーグ大好きリーです。もう2月です。そうですね、開幕も近づいてまいりましたね。2月10日です。早いもんだ。そろそろ千葉県民といえば、はいはい、高校の入試があったり。そうだね、めちゃめちゃローカルニュースでいくとね。あ、まあローカルニュース、はい、ね、今年から前期選抜しかなくなってしまった一発勝負になったらしいのですが、まあ そんなことよりも千葉県民、もっと大切なことをこの時期ありますよね。いろいろありそうだけど何でしょうか。千葉銀カップです。2月のね、本当だったら第1週第2週にあるという世界三大カップの一つですね。今年はなんとありません。残念です。いや、非常に悲しいね。いや、我々ね、楽しみにしてますから、毎年毎年ね。去年も3人で見に行きましたが。行きましたね。散々たる結果。まあね、去年はちょっと ね、ついにオルンガに、抑えてたオルンガにやられてしまうみたいなね、こともあったりしましたが。そうですよ。ただまあないのに、うん、まあこのねスライド見ると千葉銀カップがそう、ね、トピックとして上がっている。我々これから何をしようかというと、まあ、今シーズンね、はいはい、どんな風に動画を進めていくのか、うん、まあ、我々大体試合前にサーチ動画を上げたり、試合後に後日談を上げたりしていくのですが、はい、まあ、我々もシーズン始まる前に練習が必要だということで。そうですね、千葉銀カップあると仮定して、我々もちょっと練習させてもらおうかなと。そうね、リニューアルしようとしてる、それのちょっとどういう風にやっていこうかなの探りの動画ですね。探りの動画ですね。なので超妄想です。はい。まあいつもならリーサーチとか言ってね、まあ、そうね、リーに渡すんですけど、もうどうなるか分かんないので、今日はまずねレイソルについてのね、はいはい、サーチとかもいろいろ含めて、そうっすね、もうリーに投げます、はい、こっから。はい、任せてくださいと言ってもそんなにね、まあいろいろ調べてきたりとかいうわけでもないんですが、まあ練習といってもね、まあ、面白くない動画だとね、やっぱり上げる意味もないので、一応やっぱりね千葉銀カップ、まあ、来年はあるだろうということでね、一つまあ盛り上がる要素だと思うので、まあぜひね、いろんなサポーターの方にも知ってもらえればというね気持ちでこの動画やっていければなと思います。じゃあまずちょっと聞きたいんだけど、はい、千葉銀カップって、まあ、僕ジェフをこんなに本格的に応援し始めたのが2020年度からなんですよ。まあ去年は見に行ったわけなんだけど、だいたいまあ千葉銀カップってどんぐらい盛り上がるもんなんすか、はいはい、ジェフサポーター、柏サポーターにとって。いや、なんかね、レイソル側は分かんないよ。ああね、そう、あくまでもまあジェフサポーター目線というか私目線ね、はいはい、なんか負けたくない一戦ではありますよね。ああ、やっぱりそれはなんか J2 落ちて相手が J1 でも、もうそこはライバルは変わらずにみたいなとこなんだね、やっぱり。まあそうですね。じゃあ結構さ、ジェフはライバル意識してるかもしれない。あ、まあ、レイソルで俺らどう思われてるか分かんないけど、はいはいはい、まあ柏には負けられないですから。まあそうですね、我々のチャンネル名も。まあなんか過去の対戦見たら結構ジェフが J2 に落ちてからもいい勝負してる感じはあるよね。まあそうだね、結構だからこの試合覚えてるっていう試合も何個かあるよね。あ、そうなんだ。いい試合して、だからナムスーンとかジャイールとかが爆発したアウェイの柏のホームでやった時の試合とかすげえ覚えてるし、まあなんか、まあ、毎年ねスタジアムを柏とジェフのホームを入れ替えてね、あのスタジアムで開催するんですけども、ね、まあ去年、まあこれ言ってしまえばさ、公式戦というか、まあなんか1試合のみの記念マッチみたいなところがあるじゃん、はいはい、だけどやっぱりね去年実際行ってめちゃめちゃ人入ってたし、めちゃめちゃね、まあ、この時期もう2月ちょっとコロナも騒がれ始めてた時期だったのに、なんかすごい盛り上がりだったのを僕も覚えてます。いや、盛り上がるよ、盛り上がらなきゃいけないと思ってるもん。まあそうだよね、まああったらやっぱりこれだけ盛り上がるってことで、うん、だからさ、結構さシーズンを占うというか、この1戦はそうだよね、そうだよね、なんかさ結構言い伝え的にこの試合、うん、ジェフがはいはい悪い出来だとシーズンうまくいくみたいな。ああ、むしろ悪いと。そう、むしろ勝ってるとシーズン意外と手こずるみたいな。ああそうなんだ、ところもあって。へえ、そんなね言われ方してた気もしなくもない。ただ去年だって、ま、ボコボコにやられて、ね、シーズンボコボコにやられてるから、そうだね、まあ何とも言えないけど、まあね、こちらその
ジェフと柏の動画ということでね、まあ、柏のサーチみたいになっていくんですけども、まあ、ちゃんとした動画出すんですけどね、まあ、ジェフのちょっと開幕戦のメンバーも占ってみながらとかね、まあ、ちょっとそういう動画にもなっていくのかなと思うんですが、はいはい、まあ、シーズンの戦うことは、まあ、ね、可能性としては低いんですが、まあ、もうぜひ、柏の登録メンバー、ちょっと見ていきましょうよということで。まあ、こちら本当に一覧で書いただけでね、まあ、怪我してる選手もいれば、とかっていう状況はあると思うんですけども、まあ、こういった登録メンバーになっておりますと。まあ、オルンガ選手が抜けたというのがね、結構大きなトピックスではあるんですけども。だってさ、まあ、エルゴラス撮ってる？はいはい。撮ってる。エルゴラのさ、一面でさ、うん。オルンガが抜けて、フォワードどうなるって、一面記事になってたよ。あ、そうなん？オルンガの写真で。結構マジでその意図なく、フォワード誰になるみたいなリサーチを書いたんだけど、うん、でもまあ去年がねやっぱりオルンガ選手ワントップであったり、まあツートップ組む可能性も結構あったりはするんですけど、まあオルンガ選手に代わるエースっていうのがね誰になるのかなってところはやっぱり注目ですよね。まあそうだね。うん。まあメンツは揃ってはいるんですけど、やっぱりこのフォワード登録のクリスティアーノ選手とか瀬川選手ってまあサイドでプレーするような選手じゃないですか。まあ確かに。まあだからさ、ね、ワントップらしいワントップって本当にゴヤとか。まあそうだね。まあ今まだ決まってはないんですけど、ちょっといろんなサッカーダイジェストとかの記事だと、もしかしたらまたブラジル人だったかな、外国人を獲得するのかもしれないみたいなことはちょっと言ってたりしたよね。だからまあ神谷、うん、あ、まあ神谷選手ね、神谷使ってさ、うん、ゼロトップみたいな風に仕上げるのかとか、はいはいはい、まあこの新外国人の22番のドッチ選手はまあボランチの選手で、アンジェロッティ選手っていうのはまあなんかフォワードでも起用できるんじゃないかみたいな話が結構出てるんだけど、まだちょっと若すぎて未知数みたいなところがあるらしく、まあ、本当にフォワードはどうなるのかってところはあるよね。でまあクリスティアーノ選手がさ、去年ちょっと怪我だったりね、まあ、やっぱり結構ベテランに差し掛かってるということで、1年間ね実際クリスティアーノ選手が活躍すれば得点力そんな問題ないんじゃないかみたいなところもありつつっていうところもちょっと見えるしね。一平篠塚とか取ったのはやっぱクリスティアーノのケアとかも含めてなのかなって思ったけどさ、まあそうだよね。俺このチームでさ、なんでマテウス・サビオとか使ってみないのかなって思うんだよね。ね、なんか柏ファンの方からめちゃめちゃ期待されてるんだけど、まあ、どういう使われ方するんだろうなってところだよね。まあディフェンスもね、センターバックが去年ね怪我人続出だったところにも上島選手が復帰してくれて、帰ってきたしね、ゴールキーパーも中村選手が抜けたけど、まあね韓国代表キムスンギュ選手がいるから問題ないと。まあ本当に熱いチームですねやっぱり。まあ対戦するってなったら手強いですよというところで、うん、まあ本当に妄想千葉銀カップという題してやってきたわけなので、やっぱりどういうスタメンでね、あったらどういうスタメンで来るんじゃないかっていうのをね、まあジェフも柏も考えてみましたということで、はい、こんな感じじゃねってことなんですけど、まあ柏はこちら全面的に僕が考えさせていただいたんですけども、まあ主力の若手江坂選手とか瀬川選手とか古賀選手とかっていうところを使いつつ、まあ新戦力の外国人とか篠塚選手とか使って、でもやっぱりワントップはゴヤ選手で、結構ジェフ相手に試して J1 望むんじゃないかなみたいなね、ところはあるよね。あれ入国とかもできてんの、レイソルの新ブラジル人たちは。どうなんだろうね。でも結構 J1 何チームか間に合ってないみたいなのは聞くよね。言ってしまえば徳島の監督とかもさ、そうだね、やばいみたいな感じ、ね、間に合わないらしいからね。でまあジェフも外国人がいるわけですが、まだ加入し、そうなんだよね、サウダーネ選手とか、うん、わけで、まあそこら辺もね、まあ見てみたいっていう意図で入れて、そうですね、あれだよね、割とさ、うん、レイソルはさ試してくるよね、はいはい、そうだよね。なんかそんなイメージがあるんですか。まあ、ジェフ俺ら下に見られてるのか知んないけど、うん、ジェフ結構さ、真面目にメンバー考えてさ、やってくるじゃん。まあそうなんだよね。なんかそんなイメージがあるので、ちょっとクエスチョンマークつけたんですが、ただまあでも今年結構さ、練習試合とか、いろいろ情報回ってくるところで見ると、めちゃめちゃ新戦力使うよね、やっぱ。そうだ、ジェフもね。だからジェフの予想スタメンもこんな感じで上げてるけどさ、練習試合を元にね、うん、まあそうですね、出してるわけで我々も。だからこれが、まあ、小林とかも見たいしね。そうですね、ボランチ結構やっぱりね、加入動画とかでも言ったけど熱いんだよね。でなんか結構それよりも何よりもさ、はいはい、点取ってるよあいつ。ソロモンより使われてないだって。そうですね、
なかなか練習試合でソロモン選手の名前聞かないんだけど、まあ、ブアニカ選手とかね、めちゃめちゃやっぱり聞くからね。なんかワンチャンあるかなって思うのと、結構ね、練習試合見てる限り、まあ、これ本当になんか、開幕戦の話になっちゃうけど、ちょっと岡野選手、あるんじゃねみたいな。いや、わかんない。だからさ、荒一輝もさ、全然出てないじゃんね。ああ、そうなんだよね。怪我なのか。うん。だから、田口とかさ、怪我なのかなっていう想定で、そうなんだよね、まあ、出して、で、ミンギュも代表からどうなってるのか。まあ、そうですね。我々、わからないので。そうなんだよね。で怪我の、ね、リースがジェフは全然ないので分かりませんが、うん、でもまあここら辺結構そんなにね外してないと思うんだよ。結構スタメン外すで評判のこの動画なんですけど、我々、ね、割と外してないと思う。まあ、やっぱりこの岩崎選手、福光選手とかもねめちゃめちゃ使われてるし、うん、まあ、この2トップもなんだかんだこの2トップがねなんか安心感あるなって思うところでもあるし、割となんかこれ当たったら面白い勝負する気はするけどね。まあそうね。だからさ、ジェフはやっぱサイドバックが誰になるかによってさ、そうですね、まあ、相手のサイドかなりさ、うん、強いじゃんね。まあね、そこのマッチアップ含めて見ていかないと。っていうかめちゃめちゃ苦手な選手が2列目に集まりまくってるからな、うん、柏は本当に。一平篠塚だってさ、クリスチアーノが出たとしてもさ、ここのさマッチアップなんで安田で抑えられるかっていうところとかもさ、そうなんだよ、ね、含めて考えなきゃ。そうなんだよね。で江坂のロングパスに走られるとかさ、よくやるじゃないですか、ね、ジェフ去年のオルンガの失点みたいな。そうなんだよね、やってましたやん、ね、あれ本当になんか、しかも寄せてもフィジカルで跳ね返されるしみたいな、なんかすごかったよね。そうね。だまあジェフがどんな風に戦っていくのか、まあ見たかったけど見ることができない。まあそうなんだよね。やっぱり考えるだけでもこれだけ盛り上がるってことはね、実際会った時のやっぱり盛り上がりっていうのはもっとすごいかなって思うからね。まあね、俺の好きなレイソルのね、うん、ヒシャルジソン。ヒシャルジソンね、こいつはいい選手だよ本当に。もう本当に。この動画遡ってほしい、ヒシャルジソンの話は。多分もう一回やると怒られるから。まあね、リカルドソンの下り、リカルドソンの下りね。なんか本当は削られるかと思ったら動画が短すぎて使わざるを得なかったってやつね。それまあね、本当にいい選手がいっぱいいるんだよねってところで、でもやっぱり違うカテゴリーで戦うチームだけど、やっぱりライバルはライバルなんだねっていうのがやっぱり面白いよね。そうだね。まあ、うん、こう見てもさ、互角にやり合えるって思うもんね。そうなんだよね、この時期って思えるんだよな。なんか遜色なくねって思っちゃうよね。そう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 、多分やったらボコられる可能性もあるかもしれないけど、まあね、そうなんだよね。この図面上だけ見たら、そう図面上だけ見たらすげえ22人集まったよねって、うん、そうそうそう、うん、まあ、やっぱり期待が膨らむこの時期なんですね、2月の頭1月とかっていうのは。こんな感じで大丈夫でしょうか。まあそうですね、一発目の動画ということで、まあレギュラーシーズンの、まあね、ここからねこのサーチの動画もそうですし、ちゃんとね振り返りの動画とかもね、まあちょっとリニューアルしながらやっていこうと思うので、まあぜひチャンネル登録とお願いします、はい、ということでまた次の他の動画で会えたら嬉しいです。柏には負けられない。